崩壊するぞ。
せた。Thank you.
密航者がいただろ。このガキ、警察に突き出してやる。ちくしょう、話しやがれ、このボンクラが。おっほー、飛び込んだぞ、元気。大変だ、この辺はサメが集まっている海域なんだ。おい、このサメがいるぞ、戻れ、危険だ。やれやれ、このクソガキ、世話を許せ。ジョータロウ、起きたな。仮面下から何か襲ってくるぞ。あの距離なら僕に任せろ。ハイエルファントグリーン、消えたぞ。あれはサメじゃない、スタンドだ。どこだ、あのスタンドの本体は。この女の子かね、密航者という。港に着くまで軟禁させてもらうよ。ところで君、甲板での喫煙はご遠慮願おう。待ちな、大物ぶってカッコつけてんじゃねえ。太郎、船長に対して無礼はやめろ。こいつは船長じゃねえ、今はだ。スタンド使いはこいつだ。スタンド？なんだね、それは。俺はスタンド使いの見分け方を発見した。スタンド使いはタバコの煙を吸うと鼻の頭に血管が浮き。え？みんな、何やってんだ。え？嘘だろ、ジョータロウ。ああ、嘘だぜ。だが、間抜けは見つかったようだ。渋いね、まったくオタク渋いぜ。確かに俺は本物の船長じゃねえ。嘘と裏切り、未知の世界への恐怖を暗示する月のカード、ダークブルームーン。ついてきな、海水をたらふく飲んで死ぬ勇気があるならな。どうしたジョータロウ。奴は俺を海中に引きずり込む気だ。ようこそようこそようやく来てくれたな、ダークブルームーンの独壇場、海中へ。てめえ何になりてん、刺身になりてん。てめえのスタンドを料理してるからよ。周りをよく見ろ。さっきからダークブルームーンが水中の音を聞いてることに気づかねえのか。刺身にするとか抜かしてくれたな。スライスされて刺身になるな。刺身になる。スターフィンガー。やっぱりてめえだら刺身になったね。
Mega Mind Fight.Mega Mind Fight.
メガマイファイト。言い換えるのだな。おめえはよ。だけど。あ、マイ。シルバーサリオン。あ、マイ。これは切り取りましょう。え？おい、ちょっと待て。なんじゃと？それ、バイキン入ったね。切って出さないと悪化するね。おいおい、薬か何か塗るだけじゃダメなのかい？私の言うこと確かね。ノープロブレムよ。だ、切り取るよ。なんてこって、切られるとこ見たくないわ。おい、まだか。もう終わったかね。いやー、なに？ヘイドクター、あたいを切ろうなんてどんなバカ野郎だね。あたいがエンプレスよ、ディミニオン。トセフジジイ、まずてめえを始末にあげちゃうよ。あんたはもうあたいから逃れられないのさ、ハーニー。本体はどこだ？どこで取り付けよった？バカめ、先生が死んでる。誤解するんじゃないぞ。犯人はわしじゃ。犯人はわしじゃ。わしが殺した。人殺し。待て、違う。これで
であんたはインド警察に追われることになったわけだわね。そこの男を動くな。逃げるなよ。逃げると撃つぞ。なんてことだ。この敵スタンドをなんとかしなくては。な、何をしておる。これであんたをぶち殺せる状態になったわ。子供は自由に育てなくっちゃね。走り回っていたと思うのか。貴様をこれの中に突っ込むためじゃ。私をこんな中に突っ込んで窒息すると思ったのかい。あんたにはこのエンプレスを倒す方法など何一つ。え、何一つ。何じゃと。年を取って耳が遠くなったかの。コボルタール、窒息させるためでなく私を固めるためだったのか。しかしなぜコールタールが入ってると分かった。お前連射したな。さっきぶちまけた灰の粒で道路に使ったコールタールをたどったな。ま、これで戦いの年季の違いというのがよく分かったじゃろう。そしてスタンドはスタンドで引き上がせる。お前はやめてそれだけはと言う。やめて、やめてそれだけは。どれ、スタンド使い本体はどこだ。さっき追い越した。急いでいるようだ。ボロボロ走ってやがったくせに何考えてんだ。オルナレド、片側によって先に行かせてやります。ああ。おいおい、どういうつもりだ。またトロトロ走り始めやがったぞ。どんどん先行けよ。
運転してた奴の顔は見たよ。いや、窓がホコリだらけで見えなかったんだよ。運転席の窓が開いたぞ。先に行けたのよ。一気に追い越してやるぜ。が見えない。で誰がこの空城丈太郎の代わりを務めるんだ。地面に潜ったのか。さあプラチナでトンネルを掘ったな。ところでおめえさっき道がないとかなんとか。違う、道というのは自分で切り開くんだ。これで貴様がすっ飛んだ後に文字通り道ができたようで、よかったよかった。殺さないで、金で雇われただけなんです。
やれやれだぜ。 Are you ready? Go! オラ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 いくぞ。 Are you ready? Go!
に遅れたんだ。ぶったげつけ。Are you ready? Go! かかってこい。
強気の時間だ。やれやれだぜ。
ガマイマイ崩壊するぞ。エネラルドスプラッシュ、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 相手にならないな。お前の望むものを三つ言え。Are you ready? Go! Yeah!
メガマインド。アイコリエス。おら。Mega Mind.手加減してやる。Make up mine.Hmm.
手加減してやる。俺たちのカードは書物の神トトと創造の神クヌム。お前の未来が見える漫画のスタンドと俺の顔が変身できるスタンドがあれば、俺たちは無敵の兄弟だな。あ、新しいページが現れたぞ。オインゴとボインゴは仲良し兄弟。兄弟の次なる冒険はアスワンの町に入ると、お、たぞ、ニック機5人の敵がいるぞ。やつらは話し合ってます。アブドゥルの傷は軽いが、下教員の目が心配だな。医者は入院の必要がありと言ってるぞ。下教員とはどうやらこの町で別れるしかないようだな。おい、たくさんカフェがあるぞ、休もうぜ。やつらが入ったカフェにはすでに兵員に化けたオインゴが先回りしています。オインゴは漫画の予言通り、紅茶にコロリと死ぬ毒を盛りました。やつらはあまり心配しているので毒入りの紅茶を飲んでしまいました。でも犬が邪魔をしたので飲み込みはしなかったのです。あの犬め、畜生、失敗だ。兄弟はものすごく悔しがりました。でもすぐに気を取り直すと、兄弟は3人と1匹の後を追います。後を追っている途中、とてもムカつく顔の男とすれ違います。兄弟はこういうタイプの顔は大嫌い。男は全然悪くないけど意味もなく殴ってやると、ボカッ。な、殴ったな。みんな来てくれ、早く来てくれ。ムカつく男は声を上げ仲間を呼び寄せました。ピンチ。兄弟はめたくそにぶん殴られ仲良くリタイアしてしまいました。そのムカつく顔の男は大慌て、大金の入った財布を落としていきました。わーい、大儲け。兄弟はほんとラッキーピース。ジョースターたちは自動車に乗って2人のいる病院に向かおうとしています。兄弟も再びジョースターたちを追います。先回りしたオインゴ兄がその車にオレンジに見せかけた爆弾を仕掛けました。しかし飛ばされたのは丈太郎に化けたオインゴ兄でした。しかも悪いニュースはまだまだ続きます。財布を落としていったやつが卑怯にも仲間を連れてやってきたのです。これではボインゴも敵討ちに行くどころではありません。でもくじけちゃダメだよボインゴ、人生とはそういうものだから。兄弟は仲良くリタイアしてしまいました。
丈太郎たちは襲われたことさえ気づかず、戦いは終わっていたのです。覚えたぞ。